こんばんは。今日はこれを買いました。え、おいしい。乳酸菌いっぱい入ってるらしい。美味しいです。お昼の配信も見ました。嬉しい。百均も行ってきた。今日は お話し会申し込みたい。え、申し込みたいじゃなくて絶対申し込んでください。これを買った。そうです、今ね5次受付をしてるので、たくさん来てください。たくさん来たら覚える。鏡でチェックしなくても可愛いよ。前髪をね直したい。あとメイクスポンジ、メイクスポンジと、
と電池と、これです。わかる、100均楽しくていっぱい買っちゃうよね。でも100円なんで。これは3COINS っていうね。じゃあつまみを食べながらしますか。どっち食べようかな。これにしよう。焼きスイカ。スイカだったんだ。よっちゃんも食べたい。めっちゃ酢だと思わなかった。あやか、これ手で食べて平気なやつ、平気なやつか。うん、ちょっと酸っぱいけど。よっちゃんほどではない。これ電気なの。枕元に置いてる電気でめっちゃいいんだけど、電池がすぐに終わっちゃうの。300円だからしょうがない。その電池がね、これ電池ってさ、ゴミ何で捨てればいいの？電池のゴミっていつも何かわからないんだよね。燃やせないゴミ？燃やせないゴミの日なんてあるっけ？待って取れないんですけど、どうしたらいい。これこれ食べよう。これ取れないんだけど、どうやってたんだろう。尖ったこういうので、
た。どこ？すごい、みんな電池のことを詳しく言ってくれてる。まあ一回ゴミをね確認して捨てよう。これどっちがさ、これどっちがどっち、どっちがどっち向けて入れんの。平らな方が上がるの。おお。え？あ、こっちじゃなくて、こっちがバネの方ってこと？あ、プラスって書いてある。ん？プラスをバネの方でいいの？え？あった。プラスをバネの方。バネはプラスね。書いてある？書いてない。行行。あ、着いた。着くだけで興奮するやつ。ふたちゃんがどっかへ行った。おい、ふた。おい、ふた出てこい。今何を食べているかっていうと、チョコなのかなって思うじゃん、色的に。蓋がどこに行っちゃった。じゃあみんなで蓋を探してみよう。せーの、蓋どこにいるの。せーの、蓋どこにいるの。で、この中に蓋捨ててたらおもろいよね。そんなバカではないか。
悩んでる間にスルメイカ食べきっちゃうよもう。どこにある？ない。なんか食べちゃったかな。よくあるんですよね。なんか作業してて、例えばちっちゃいものだったら、これ電池も危なかったの。本当にない。もともとなかったのかな。いや。だってさ、だってさ、蓋外してるとこ見たよねみんな。ね。見たよね。もう。もうそんな間にイカを食べきっちゃうじゃないか。え、外してたよね。持ってったの誰？誰？いや、絶対あったのよ。だってこんなとこにはやるはずはないじゃん。絶対ね、あるんだよ、多分片付けたら。絶対こういうとこにある。こんなとこに入れてたりする？ないよね。ないよね。立ってみる。ないよ。ないよ。ないよ。え？マジでどこに行った？え？よく考えよう。よーく考えよう。電気の蓋は大事だよ。家は全然散らかってないだけど、え、私よくこういうことある。左とも彩香の神隠しだ。こういうとこと書いてたらおもろいよね。ないや。
でもなんか悔しいな。悔しくない？ちょっとねえ、探したら探したくなっちゃうよね。プレゼントするね。だってじゃあ私のなくしたガラスの蓋をぴったりはまるのはどれか選手権する？シンデレラみたいな。これでハマった人と結婚しよう。うん、12時までにね。急げみんな。いや、結婚はさせない。結婚させないぞ。っていう話をしてる時はなかったんだけど、じゃあ持ってきた人は結婚っていう。話をした時にここの蓋を探してたのね。でこれにぴったりはまる蓋を、ガラスの蓋を持ってきてくれた方、シンデレラみたいは私と結婚できますよって言った直後に、なんか私結構ゴミに入れちゃうこと多いんだよなと思って、ゴミ袋の中見たらあった。ごめんなさい、すいませんでした。すいませんでした。結婚はできません。皆さんと結婚はできません。ということで、でもね、ハマるか分かんないからね。ハマるか分かんないからね。まだ可能性あるよ。だってまだはめてないからさ。これで、わかんないじゃん。ハマるかまだわかんないじゃん。パチってなってないから。ああ。すいません。ハマってしまいました。みんなのこと、転がしちゃった。じらしちゃった。見てて。バカ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 ってやると3段階になるの。これは消えてて、これはちょっと青っぽい光で、これがちょっとオレンジっぽい光。いつもこれなんだけど、あんまりわかんない、こういう感じ。すごいでしょ。これね、これだけつけて、いつも、でも寝るときになったら消すけど、これを枕元に置いて。これ300円だけど、電池減るの早いけど、めっちゃいいよ。って言ってさ、これも食べちゃう。
これも食べちゃう。え、本当にごめん、なんか。なんかいつも友達に私って草食べてそうって言われるの。なんかおしゃれな一個1000円くらいするサラダいつも食べてそうって言われる。だから居酒屋とかご飯屋さんで めちゃめちゃ渋いものを食べたり、お寿司屋さんでもつぶ貝とか頼んでると、えって言われる、えって言われる。でもこれがうまいんだよな。おっちゃんみたいになっちゃった喋り方。そうだね、もうここの私のファンの人は分かってるよね。今日前髪なしって今気づいた。違和感ない？今日ありだったんだけど、やっぱり夜になると崩れてきて、なんかこの崩れてきたからさ、って言ってたんだよ。髪の毛は切らない。切らないけど、伸ばすか迷ってる。お話し会で居酒屋の話もできるね。ね、楽しみ。居酒屋経営しようかな。居酒屋経営したら流行りそう。もうなんかいらっしゃいませとか絶対やらないから。いらっしゃい、はい、タコさん、はい、シミスは。はい、生ビール。注文聞いてくれなさそう。おめっちゃ耳を傾けて大きくして聞く。 OK タコワサって。将来居酒屋経営しようかな。じゃあそんな毎日みんな通ってくれるなら。
カフェ、カフェってなんかちょっといつか爆発しそう、自分が。やっぱ居酒屋だったらさ、作ってる途中にさ、つまみ食いできるじゃん。カフェはさできないじゃん。居酒屋の名前は、居酒屋の名前ね、なんだろう。こういうのあんま歓迎すぎても良くないから。じゃあ一回自分のアイデア言うね。みんなのも聞きたいから書いといて。居酒屋左の寄り所居酒屋あざと屋。そんなんね、もう一緒っすよなんてできなくなっちゃうから。いらっしゃいませなっちゃうから。左寄りどころ居酒屋っていうか、なんか茶屋みたいな寄りどころ枝豆とクルスください。枝豆はあるんですけど、ピークルスはそんなおしゃれなのないんで、はい、おすすめメニューは、おすすめメニューはやっぱりあれですね、おでんの大根ですね。うちのおでんは染み出て美味しいよ。うちのおでんは今日はよっちゃんいか、ごめんなさい、もう売り切れてしまいました。もう本当にすごい大人気でして、よっちゃんいかが今日はちょっとね売り切れてしまいました。本当にもう5分足らずで、うち人気でね。もうそれ切れないよ。今日はトロベはないですね。つまみも飲み物も持ち込みで席だけ用意しといて。それカラオケやん。もう儲かれないからね、そんなことしたら。もうバンバン頼ませちゃうからね。あ、これおすすめなんですけどみたいな。全然
あの新メニューじゃなくてもこれ新メニューでみたいな、これ新メニューでなんか人気なんですよねみたいな。さすが経営学部それとこれとはまたわけが違うがな。ね、私のファンの人が来ておすすめされて断られたらもう絶対口聞かない、絶対絶対口聞かないうちはお通し3000円くらいするんで、お通し3000円だけどよっちゃいか10円みたいな単価で販売しているんで、まあなんかお会計の時はそんなに高くならないんですけど、やっぱうちのお通しはすっごいあのいいものを使ってて、山梨県産の採れたてのぶどうを使ったお通しになっていて、めちゃくちゃそれが美味しくて、お通しにね、やっぱりお通し3000円ってなんだろうって思うじゃん。ぶどうの盛り合わせなの。やっぱシャインマスカットって一房5000円するけど、やっぱうちでは3000円としてお通しとして提供してるから、まあね、それは人気出ちゃうよね。だからもう夏にシャインマスカット食べたいなみたいな、シャインマスカット食べたいなって思ったらもうほんと他のお店行かないでほしい。うちで3000円で食べれちゃうから、ここだけなんです。そう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 。あ、桃もね、時期的に今夏の話で、桃は桃はね、そのぶどうの前かな。でその後ちょっと秋頃までシャインマスカットとかぶどう割って、冬はなんと富士山の雪解け水です。これがねお通しの飲み物なんですよ、冬。でももう最近は雪もね溶けてきたんで、もう最近は春は入れ替わるけど、働かせてください。基準がいっぱいあるんだよね、うち基準がいっぱいあるんだよ。採用基準があって、なんかそれはまあ企業秘密にしてるから教えられないんだけど、でもやっぱりおつまみが食べれることと、あとオーナー左ともにつまみ食いの提供をこっそりしてくれる人かな。今日の店長のショータイムは、ショータイムか。それ何でしたっけ、それ。顎がシュッとしてればいいですか。喧嘩売ってんのかな。
なんかやばそう。やばいくらいだね。みんな来てくれるよ。毎日水曜日はショータイムですね。ああ、何時からだっけな。お店12時で閉店なんですけど、何時からだっけな。何時からだっけ。確かあと23時30分からの店長のショータイムですよね。え、いつも何を出てたっけ。いつも瀬取り忘れたわ。なんだっけなんだっけ。今日はなんだっけ。今日何やるって言ったっけ。ショータイム。違う、ディナーショーじゃない。あのうちディナーじゃないから、あのそうディナーじゃない、ディナーみたいなおしゃれな店じゃないから、居酒屋ショーです。ひだや居酒屋ショー。なんだっけな、私でもな、今日11時半に居酒屋ショーするって聞いてないから、聞いてないから、今日はチーズコーン。え、それあの居酒屋のメニューのチーズコーンと間違えてない？大丈夫？うちチーズコーン結構有名で、コーンの上にチーズで、まあ、すごいビールと合うってすごい評判良くて、多分チーズコーン、今日は結構チーズコーンおすすめの日だから、チーズコーンと間違えてるかもしれない。うん、誘惑のガータ、え、それ誘惑のつぶ貝と間違えてない？誘惑のつぶ貝が一番好きなの私も、この居酒屋の中。もう本当に一回食べたら本当誘惑されちゃうくらい、めっちゃめちゃ美味しい、うち特製のつぶ貝、誘惑のつぶ貝っていうメニューが、左のよりどころって定番メニューはつぶが、いや定番メニューもコロコロ変わるから、
つぶ貝だったりいろいろ。アイドルやめて本当に居酒屋経営しようかな。そうそう、毎回ね違うコスプレで出てくんの。すっごいもう本当に可愛いメイドみたいなコスプレしてるんだけど、オーナー左友は可愛いコスプレだったり、なんかここにハートが切り抜きされたコスプレだったら着てるんだけど、もう提供するものは本当に今見ているおじさま方が好きそうなあの食べ物、うん、こんなお皿大きくてここにポチョンみたいなサラダみたいな、え、そう絶対出さないから。まあね、こんなこと話したらもうこんな時間だよ。今日はね12時までやる。コスパ良さそうですね。まあ一回来てみなよ。あんた来なさいよ。あんた来なさいよ。バイトは全身黒ですか？バイトは全身編みタイツ。全身編みタイツじゃない。やばいやばい。全身黒、エガちゃんみたいなやつ。ファンはおじさまなんですね。だいたいさ、ファンはおじさまでしょ。だからおじさまって言った。中に女の子も結構私の歯の中にいるけど、女の子はもう私と同じ服を私が貸す、私のコスプレを貸す。だからここにハートが切り抜きされてるやつかもしれないし、なんかこういうやつかもしれないし、なんか尻尾生えてたりとか。そうそう、たまにひだ、たまになんかそのオーナー左友の気分でひだおになったり。そうそうそう、カツラかぶってひだおになったりすることもある。まあこんなこんなで、すごい居酒屋の何の、なんかさっき今来た人が何の話してるのって思ったでしょ。あのあれだからね、なんか私が今日このよっちゃんのイカを食べてて、将来居酒屋経営してほしいみたいなコメントがあったの。いや、居酒屋を経営するなら何、どんな居酒屋がいいかなってなって、あの名前を決めたの。まず左友のよりどころ、左友の自分で言って忘れちゃったじゃん。よりどころで、左よりどころっていうなんか茶屋みたいな名前にしちゃったんだけど、まあ、それでいろいろあのちょっと居酒屋あるあるとか、居酒屋やってたらこんなメニュー出すよとか、採用基準はこれだよみたいな、店長多分気まぐれだよっていう話をしてました。もし私が
居酒屋を経営したら皆さん食べに来てください。私山梨出身だから、まあ、山梨に多分来てもらうことになるけど、あのお通しが他にないから、お通しがねさっき言ったみたいに3000円するから、シャインマスカット一房成人したら居酒屋デビューしに行きます。じゃあ私の店で居酒屋デビューしちゃってください。そんなこんなで話しすぎた。スイッチ入るとなんかずっと喋っちゃうんだけど、スイッチ入らないとめっちゃ無言なの。そう、スイッチ入らないとずっと無言で喋ってる。無言？ずっと無言でぼーっとしてる。今日は TikTok 更新したから、みんな見た？インスタも見たよ。あ、そう、インスタの あのやつはちょっとあれを変えてみました。音源を変えてみました。友達が TikTok 見て可愛いと報告しました。友達大好きって言っといて。ここのニキビが治らないの。ここにニキビちゃんが。明日も TikTok 更新するぞ。何気にインスタフォローさせてもらってます。それはもう私を知らない？君は私を知らね？これ美味しくていっぱい飲んじゃった。ゼロサイダートリプル乳酸菌、カロリー糖類脂肪ゼロ、
乳酸菌1000億個入り。そう、インスタは違う曲にしてみた。春服での TikTok 待ってて、いい待ってて、いい。じゃあそろ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 終わらないよ。そろそろドボンになりたいと思います。はい、ドボンです。ドボンのお時間がやってきました。地震？地震だ。怖い。やだやだやだ。一回止めます。